2001年11月27日火曜日。痛い。からの霞。あのさ、えらいやる気じゃねえか、今日。ほらもん、霞もこれさ、もんだったらさ、何するかー言うかもしらんやん。もんだれよ。はい。なんか違う、様子が。バイバイ。おはよう。バイバイと言ってからおはようと言って去る。気象ラッパを聞き逃している、そんなもん軍人としてはこれあるまじきことでございますね。だけどさりげなくもう間に合っていると。珍しいな、ふぬけた顔になっておるぞ。たまにはいいだろう。夢を見た。最後に連絡事項を一つ。急な話ではあるが、明日国連事務次官が当基地を視察することになった。タマパパか。タマパパイベントはあるんや、やっぱり。タマパパイベントがあるってことは、あのなんかあれか、なんか落ちてくるやつもあんねや。どうした白金？明日っすか。そうだ。バカな。イジセスティ落下。だって市街地訓練の話は、そんなこと一言も出てなかったじゃないか。その話が出てくるの待ってたのに。順番が変わってきた。話が違う。もうあそこはもう変わっていくんですよ。時代ね、世の中はね、変わっていくんだ、タケル。なぜ貴様がそれを知っている？榊、三剣、白金に話したのか？いいえ。しまった。いやいや、そんなもんはね、ゆうこ先生に教えてもらったからいいですよ。博士が？まったく、しょうがないな。まあ、仕方ない。この際貴様たちにも説明しておこう。貴様たちが戦術機に乗り始めてすでに数日経過しているが、明日からは旧市街地で模擬戦闘訓練をスケジュール繰り上げで開始する予定だった。うん、インチョトメイヤが分隊長になってみたいな。旧市街地って麓の柊木町ですか？そうだ。これには光月博士が非常に乗り気でな、準備も進んでいたのだが。なるほど、戦術機をどうにかしようと思ってたんだ、それまでに。事務次官来訪のため明日は全員基地内待機命令が出て、市街地演習が延期になったというわけだ。超やべえ。なんでやべえの？日頃の訓練成果を試すいい機会ではあったが、これは仕方がない。伝達事項は以上だ。解散。はっ。なんでまずいの？ちょっと展開が予測できないから。ゆうこ、ちょっと未来が大きく変わっている。ゆうこ、ゆうこちゃん。何よ、うるさいわね。明日事務次官来訪するそうですが。うん、それがどうしたの？たまのおやじさんだって知ってんのか。この基地が吹き飛ぶかもしれません。は？視察が終わった頃 HSST がこの基地見かけて墜落してくるんです。どうしてよ。どうしてよと言われてももう結果しか知らないんですよ。わかりません。ただ仕組まれた臭いって感じでしたけど。仕
組まれた鎖、仕組まれてるんですねこれ。人間の敵は人間みたいな。再突入後加速するようプログラムされていて、しかもカーゴには海上輸送が原則の爆薬満載した。なるほど先生。その時事務次官どんな顔してた？ん？当然その場にいたでしょ。自分は視察が目的だからどうとかって。そうですけど。どんな顔してた？どんな顔？たまちゃん、たまちゃんかわいいねっていう顔してましたけど。なるほど。で、予測被害は？何ですか？突入の衝撃と咳出してた爆発物の威力で地上の基地施設壊滅、地下施設も4階まで確実に吹き飛ばされる言うてました。まあそんなところでしょうね。はい。防衛基準体制2位が発令、非戦闘員は全員総員退避。じゃああなたたちも退避したんだ。その割には詳しいじゃない。俺がちゃうわ、先生が俺たちをブリーフィングルームに呼び出したんですよ。なるほど。タマス2機ね。へい。そうよね。ここには 1200mm OTH キャノンがあるの。それっすよ。それで撃ち落としたんですよ。面白そうね。見物だわ。それじゃ済みませんよ。一つ間違えばねえ、みんなお堕物ですよ。じゃあ黙っててくれればよかったのに。いやいや、だって今の話を聞く限りものすごいイベントじゃない。ちょっと興味を引いちゃった。 OTH キャノンをリニアカタパルトの先端部に固定、関節照準による極超長距離精密狙撃ってことよね。ああ。けどあれ、方針の強度から言って3発が限界。 HSST の速度もそうね、音速の数十倍には到達してるはず。ミスの許されない計算の連続じゃない。 HSST の重量と速度が分かってるんだから被害状況を予測するなんて簡単だわ。そもそもここに落とすために取れる軌道なんて限られてるしね。そんな緊張感あふれる状況なんてなかなか経験できないわ。ねえ、とりあえず様子を見てみるっていうのはどう？いやいや、ダメですねダメですね。いやいや、こっちの世界でもうまくいく保証がないじゃないですか。前の時はうまくいったんでしょ。きっと今度も平気よ。わかんないですよ。絶対ダメです。何を偉そうに。ダメって言ったらダメです。歴史を変える方が重要です。ようやく戦術機のこととか事務次官来訪が早まったとかいろいろ変わり始めてきてるんですよ。この事象を変えたら未来は変わりすぎるわ。だから干渉は禁止、今決定。分かったわよ急に決定で分かってくれた。何を分かってくれた？今日が何日か知ってますか？11月27日ですよ。もう1ヶ月ないんですよ。そうか、クリスマスイブに首切られるもんな。知ってるわよ。リミットは12月24日でしょ。そうです、そうなんですよ。一体俺はいつベータと戦えるんだ。でもそれ不思議なのよね。どうしてそんなに急いだのかしら。さあそこまでは。まあ悪くなる一方の状況にしびれを切らしたってとこなんでしょうけど、クリスマスプレゼントのつもりだったのかしらね。オーテルネティブ5がクリスマスプレゼント。ブラックジョークNo kidding。 いよいよ玉砕覚悟でカシュガルを攻める決定でもしたのかしら何をちょっとおしゃれな言い方しとんねんお前。ええ、カシュガルには高1号目標があるでしょ。高1号目標。何よ、知ってるでしょ。国際名称オリジナルハイブ、ベータが地球に初めて降り立った場所、最初のハイブ。いや知りませんけど、今知りましたわ。ちょっとハイブっていうのはまあ薄々そうだろうと思っていたけど、ベータの住処的なものがハイブなんだね。オリジナルハイブ。あー知ってます。知ってるんかいタケル。そこを殲滅しようっていう作戦。ま、今の状況で実施しても成功の見込みはほとんどないから
願望といった方が正確かもね。あれを潰せれば戦局を挽回できるのは間違いないって考えられているの。カシュガルに反応してる。ベータの住みか。ベータの住みか。シャーカスミ。これを見なさい。はい、見ます。ハイブの分布図で出ますわ。世界中に散らばるハイブの位置を示したもの。はい。ひときわ大きな点。それがオリジナルハイブね。ちょっといいですか。ここ表示されてるのってハイブの場所だけですよね。どうよ。日本にベータの基地が2カ所、佐渡島のとこと一つだとかし、もう一つは前に言ったでしょ。本州奪還作戦以前、この辺りはベータに占領されていた。そうだったっけ。ここハイブなの。今でもあるわよ、表示見たでしょ。え、地下がハイブってこと。あ、お、あ、お、あ、お、お、あの、あれかね、こ、ブラボー、ブラボーブラボー4とか言ってたやつさ、あれの脳みそが、あの、霞のやつかな。まあいいや、見てたらわかるやろ。そうよ、ここはもともとハイブだったの。その上に建設されたのが横浜基地よ。この辺りが第一になってるのはそういう理由。ちょっと待って、何のためにハイブにそんな危険な。でそれでだから地下深くまで、あの、あれだよね、あのエヴァンゲリオンでいうセントラルドグマ的な感じで、ここの地下深くにここがあるんだ。聞いてねえよ。なんだよ、何なんだよ。だからこんな大規模な地下構造があるんじゃない。このほん本当にここセントラルドグマやったんや。ベータが作った施設の一部は今でも機能しているわ。だから反応が消えていない。それはお前ベータ来るで、ここ他のベータハイブから。ベータ施設生きてるね、うん、もうエヴァンゲリオンじゃないですかこれ。また人に言えないこと知っちゃったわね。もちろん研究のために決まってるでしょ。オルタネイティブ4が日本に誘致された理由は政治的なものだけじゃないのよ。ベータが足元にいる。はい、そこまで。それ以上はあなたが知るべきことじゃないわ。今までだって平気だったんだから気にしなきゃいいでしょ。安全ならいいんですよ、安全なら。なんすか。別に未来から来たって言っても知らないことが結構あるんだなって思ってね。そんなことで得意になられても困るんですよ。何？もしかして佐渡島から上陸したベータ、ここに向かってきたのはここにベータがいるからですね。基地があるからですね。ほら、意外に鋭いのね。ベータには帰巣本能のような習性があるんじゃないかっていう有力な説もあってね。帰巣本能って別に素ではないだろうけど、ベータちょっと何なんだろうね。なんか知的生命体の何かな、あの武器みたいな感じなんかな、ベータは。ここは極東最大の国連軍基地よ。むしろそこらの半端な基地より安全なの。内部からベータが湧いてきたらどうすんのよ。それより話の続きはもういいの。その流れやったらなんか戦術機にベータの技術を転用しててほしいけどな。まあちょっと続きを見ようか。話の続きはもう全て聞きたいんですけど、相変わらず尖ってるけど聞きたいです。ならそっちの話しましょう。どっちの話。玉砕覚悟で攻めるっていう意味ね。鮭が生まれた感じで戻ってくる。なんかあれすごいよね、あの水質。なんかよくわかんないけどさ、本当なんかそういうもんで戻ってくるらしいよね。
ちょっとあんまり詳しく知らないんで、下かぶりするとちょっとバレるからあれですけど、結構すごい精度で、すごいいろいろ、すごいいろいろってもう何にもまともなこと喋ってないけどね、鮭はすごいですよ。人類の誰もがオリジナル配具を破壊したいと思っている。でも現状では必ず勝てる見込みはない。大打撃を受けて負けてしまったら人類の敗北は避けられないものになる。歌手がある。絶対に叩き潰したい。でも決定打がないから具体的な作戦を立てられない。そして敵の拠点を潰せないまま戦い続けて人類の戦力がすり減っていく。願望。でも成功すれば決定打になりうる計画がある。それがオルタネイティブ4。じゃあ先生、なぜその決定打を待たずにカシュガルの攻略に出るなんて思ったんですか？ HSST の話を聞いたからね。それは牽制か脅迫か、それとも国連にもいろいろな勢力があってね、カシュガル攻略に反対している国もある。オルタネイティブ4が成功したら、それでも 100% 勝つとは限らない。もしも負けたらどうする？それがたった数年間でも確実に生き延びる方を選択する人間もいるってこと。それがオルタネイティブ5の推進派。まあ当たらずとも遠からずってところね。3年前に軌道上で建造が始まった移民船の完成まであと2年かかりますからね。それまで盾になる戦力は極力残しておきたいでしょ。そうか、そこに使い切っちゃったらもう守れないから。これまでカシュガル攻撃しようなんて無茶を言い出す奴はいなかった。オルタネイティブ4の成功を待っていたから。目障りなオルタネイティブ4だけど、誰かさんたちにとってはカシュガル攻略を抑え込むための抑止力でもあったの。で、ゆうこ先生がオルタネイティブ4を苦労しながら進めているときに、結果が出るのをおとなしく待ってたやつと利用したやつがいる、利用してたやつがいるってことね。ま、ベータを地球から駆逐した後の世界戦略をきっちり考えている国もあるってこと。政治ですね。独立以来一度も本土を戦火にさらすことなく、対ベータ戦争でも実質的な被害を受けていない。自分が正義だと信じて疑わない国だね。バカな、そんな人類の存亡がかかってるっていうのに、人間同士で勢力争いなんて。宇宙人が攻めてくれば人類は一丸になって戦うって言ってた人がいたけど、それはおめでたい妄想だったね。そうでしょうね。そうだと思います、私も。歴史でやりましたね。それを早く実行したい国が基地、この基地の壊滅を目論んだというならわかる。いつまで待っても完成の見通しすら立たないオルタネイティブ4は彼らにとって邪魔な存在だ。今の先生の話だと、それはカシュガル攻撃に反対している人たちの仕業のような感じだった。逆だろ普通。だったら守る側だろう。オルタネイティブ4が失敗に終われば、それこそ先生の言う通り玉砕覚悟でカシュガル攻撃になるということでもない。その後にはオルタネイティブ5がある。つまりこういうことですか？オルタネイティブ4の結果を待てないその国が、とにかくカシュガルを攻めようとした。それを察知したオルタネイティブ5推進派がその動きを抑え込もうとした。あと2年、確実に生き延びるためにね。そうだ、今カシュガルを攻めても人類が勝てる可能性は低い。勝利の可能性が低いままカシュガル攻略が実行されそうになったとき、オルタネイティブ5推進派の取る行動は常識的に考えれば一つ。ストップ。ストップ。ディアタック。それが無理だったら、強引に進めようとする国だから、ね、相当勢力を持っているはずだから、誰にも止められない。さっさとオルタネイティブ5を発動させることが次の選択肢として浮上してくる。一日でも早く宇宙に逃げる。じゃあ初めから地球守る気なんかないんじゃないですか？そんなことはないわ。種としての人類の生存を図るって目的は共通よ。
だって逃げるんすよ、いろんなものを残していろんなものを見捨てて。タケルもあの世界線ではお前刻み込んでタケルを残したんぞ。お前、あなたが地球に残って何を見て何を経験したのかは知らないわ。はい、地球に残りました。遺伝子を残しました。遺伝子という一つの種を残しましたよ、うん、それは確かだ、確かなはずなんだ。その経験がどれだけ悲惨なものだったのかは知らないけど、だからといって全てを否定するのは間違いない。残った後どうなったのかはっきり覚えていない。そこに意見の対立や内部抗争があるにせよ、オルタネイティブ計画が全人類の英知を結集した人類生存のための計画であることに変わりはない。はい、オルタネイティブ5だって人類の生存を図るために考え出された計画でしょ。まあ、結果的にね、タケルの、ね、娘が生きているのならそうなのかもしれない。全てを満たす計画はありえない。オルタネイティブ5だって人類という種を生き延びさせるためのギリギリの選択なのよ。はい、他の恒星系まで行くのがどれだけ大変か分かってる？恒星間航行のリスクをちゃんと想像できてる？なるほど。小石ほどの天体が衝突しただけで宇宙船が破壊されてしまうことだってあり得るのよ。まあそれはそうですけど、無事に目的地に着いたか確証はないんですけどね。着いてましたわ、うん、お父さん、お父さん頑張って、お父さんってあの娘が言ってた夢の中で。HSST 落下の件、はい、必ず阻止するわよ。なんかえらい、何やろう、はい、必ず阻止しよう、優子。はい、勘違いしないように一つ言っておくわ。私はオルタネイティブ5なんか絶対認めないわ。そうですよね、やっぱり駆逐してやろう。ただ認める認めないという感情論と物事の正当性は別問題だってことは理解しておいて。感情論と正当性は別問題。はい、感情に溺れると判断力が鈍る、そのことは常に意識しておきなさい。駆逐してやる。未来を変えるんでしょ。駆逐してやる。この頃にはなかったはずのこうエレン・イエーガーが混じってくるって、こっちもタイムリープしてるのかもしれない。とりあえず HSST の落下は阻止するっていう話になったけど複雑だ、うん、単純に割り切れない。駆逐してやる。なんか分からんけど未来は変わり始めている。おぼろげな未来の記憶を頼りに悲惨な未来を変えようと努力をしてきたが、だからこれは喜ぶべき事態だと言える。でもそれが現実になると今度は何を基準に現実に干渉すべきか分かんなくなってく。俺はこれからどう動くべきなのか、くそ分かんねえ。いや考えても始まんない。俺がやらなきゃやばいんだ。俺が頑張らないと。頑張りましょう。はい、なんすかみんな。どうしたじゃないよ、タケルこそ結束会ってどこへ行ってたの？ん？男の子にそういうこと聞くかな。男の子の都合があるんだ。ブブー、そういうのはとっさに出てこないと面白くないよ。すいません。すいません。それよりそなたも知恵を貸してくれ。なんだ、俺の天才的頭脳を貸してやろう。いや実はな、明日来訪される国連事務次官というのが玉パパでしょ、うん、
もちろんだ。舐めてもらっては困るな。一日分隊長ごっこ。深いね、なかなか。お前もな。それで困ったことに。親父さんに嘘をついていろいろややこしい話になるんですよ。何に困っているか当ててやろう。俺は全部知っているぞ。そうなんだよ、ミキさん。お父さんに自分が分隊長だなんて手紙に書いちゃってるもんだからさ、もう大変。さあ大変で、どうしようか。え、何？ん？無垢な人に。変なタケル。お前にはかなわねえよ。まあそういうことなら俺にいいアイディアがある。一日分隊長のタスキまた作んの？もうあのくだりいらなくない？ほほ、なんとなく予想がつくけど不安だわ。タマ家なんかちょっとタマちゃん若干歪んで育ってるかもしらんな。一日分隊長計画発動せよ。タマセを一日だけ分隊長にするのか。それせんでいいやん。結局さ、パパ知ってたとこまで知ってるやろ。タケル、もうやめよう。これ時間の無駄やって。はあ、あまりに予想通りで言葉もないわ。真面目に言ってるらしい。タケル、委員長はタマをどうにか助けやろうと思わないのか。私が悪者みたいなノリはやめてくれる？何よ、言いたいことがあるなら言いなさいよ。メガネを変えろ。俺を盾にして院長に文句言おうって魂胆だがな、今の俺をお前の自由にできると思ったら大間違い。なんだ、何？クソが！何？ど、突然どうした？クソがって言ってるけど。え、何？この力には抗えないのか？クソが！悪者。ちょっとごめん、分からへん。ちょっとごめん、分からへん。あなたたちね！よせ、三人とも。今はタマセの話であろう。時々分からへんことが起きる。たまちゃんは可愛いよ、可愛いけど。一日分たちほんまにやんのもよくないもん。ちょっとそれ本気で言ってるの？もう いや俺もいらないと思ってるんですけど。やるらしいわ。ねえねえタケル。はい。そんな話してるんじゃないよ。なんすか？それよりほら、なんか正規兵の人たちがこっちをチラチラ見てるんだけど。あ、なんか開始伝と連れ立ったなんか2人の士官が来るよね。あ、ほらほら。開始伝、年取った開始伝。そう前の世界のと一緒のやつが来るでしょう。でもなんか目つきが関わったらまたなんかあのあれなんだっけ、竹三日月誰んだみたいな話でなってくるねん。これ俺はお前とちゃんと話がしたい。昼間から大胆だね。どう、最後まで言わせるなんてひどい。うん、確かに見てますね。ほっとこって。うん、同じことの繰り返しなんでこれ。あ、なるほど。ちょっと便所行ってくる。つらかせや、つらかせや言うて、あれを呼べばいい。つくよみさん呼べばいい。近づけば向こうから話しかけてくんだろう。おい、そこの訓練兵。うわぁ、引っかかったな。
あ、自分でしょうか。お前以外にいないだろう。何でありましょう。ご用でしょうか、少尉殿。お前らの隊はあそこにいるので全部か。そうであります。7人じゃないのか。総員6人でございます。だったらハンガーにある特別機、帝国近衛軍の新型は誰のだ。お前らの中の誰か用だと聞いたが。少尉、私の機体です。メイヤは来るなよ。なんで来た、メイヤ。なんで来た、メイヤ。もう、いや、タケルがね、悪いんですよ、これ。もっと廊下まで引っ張らないから、これ。お前の名は？ミツルギ言うてバレんね、これ。ミツルギメイヤ訓練兵です。お前、あれ、なんか。ああ、どうなってる？なんであんなもんがここにあるんだ？答えろ。恐れながら、将棋。あ？なんだ。それは将棋殿の個人的な興味を満足させるための質問でしょうか。なんだと？それともあの機体に搭乗する英雄を探せという。もういいじゃないですか。こう前の一周目で誰かが言ってたことをパクってんな、これ。よせ、タケル。お前、誰に口聞いてるか分かってんのか。ばっかりしでんだパクリみたいなキャラクターデザインしやがってくれ。はい。ずいぶんと生意気な口を聞くひよっこだな。少尉殿がなさるべきことは他にやると考えますが。なんだと。少なくとも訓練兵相手に生きがるより有意義な。はい、殴られました。プッタね。タケルさん。タケル、撃たれた。ああ、まだわかんねえのか。二度も撃った。二度も撃たれてたわ。二度も撃った。かっこいいね。少しは骨があるじゃないか。この野郎。こんなことしてる場合じゃないんすよ。いいっしょ、もう。ね、階級盾にさ、うさばらししてさ。そろそろもうあれや。ね、修正してやろう。逆に修正かけてやろう。白金、もうやめなさい。将棋に与えられた権限や力は守るべき者たちを人類を守るためにあるんじゃないんすか。白金。これだから。これから世界がどうなっていくか知ったら、あんただって少しはマシになるかもな。こんな無駄なことやってる余裕はないんだ。そうっすよ。こんなことやってる暇ないっすよ。だから人間はベータに、そう、負けたんすよ。一回。だから人類は。わけわかんねえこと言ってないで。いいからかかってこいよ。階級は関係ねえ。こんなヤンキーみたいな。かかってこいよ。修正してやる。想像しいな。あ、すいません。あ、修正しちゃってください。つくよみ、これ注意でしょ。階級上でしょ。お、あ、国連軍の英士は囚人監視の中、そのような恥知らずな振る舞いをしても良いと教育されているのか。あ、そうか。軍が違うから関係ねえな。いえ、注意。これは国連軍内部の問題ですので。あれ？関係ない軍なのに少尉注意関係ある。こっちの方が偉いの、そのティターンズ的な感じかな、こう帝国軍。この連邦の中のこうティターンズなのかもしれない、帝国軍は。国連軍に身を置いているとはいえ、貴様らも日本人であろう。その者の言う通り、権力とはそれを利用して己の欲望を満たすためのものではないぞ。恥を知れ俗物。恥を知れ俗物。絶対これハマーンカーンじゃないですか。ハマーンカーン、これティターンズです。ティターンズは確かね、あの連邦に対してなんか階級一階級上と考えようみたいな言うてたよね、最初の誰かが、うん、いえ、あのかの竹三日月は日本政府と国連軍司令部の合意のもと、去る事情により配備されたものだ。ここは確かに国連直轄地であり、治外法権下であるが、
かといって一階の英雄ごときが興味本位で首を突っ込んでよいことではないぞ。ないぞ植物。これ以上いらぬ詮索を続けるのであれば、国連軍に正式な抗議をしなければならないが、よろしいか。竹見和地を愚弄することは、我らこの絵軍を愚弄するのも同じ。ひいては将軍殿下を冒涜する行為であるぞ。あるぞ。開始伝はね、実はガンダムに出てくるキャラの中ではね、すごく真っ当なキャラなんでね。まあちょっとそんな、今はその話いいか。な、何もそこまで俺ら、なあ。軟弱者め。ああ、別に竹見和地を愚弄したわけじゃ、ましてやその。ならばおとなしくこの場から去るがよ。さすれば、この件は不問に付す。しかし、帝国近衛軍がなぜこいつらを。どうした少尉、何か不服でもあるのか。いや、おい、行くぞ。ああ。はい。事態を事前に察知したまではよいが。収めることはできませんでした。不器用な男だ。さあせん。つくよみ注意。明夜様、私どもはこれにて失礼いたします。タケル、本当に大丈夫か。大丈夫だ。なぜ避けなかった。そなたならできたであろう。そなた、あの者たちが何を従っていたか知っていたな。知らないよ。ただまあ、ああいう連中の考えることって目見れば大体わかるよ。なんか何癖イチャモンつけてこようとしてたんでしょ。そうか。タケルさん、大丈夫ですか。大丈夫だよ、タマちゃん。白金、なんだ。まったく、ヒヤヒヤさせるんじゃないよ。割烹着にね、どう考えても割烹着こうならないんですよね、これ。すげえハイテク素材の割烹着だよね、これ。まあいいやな、おばちゃん。おばちゃん。うん。すんません。ああ、晴れてるじゃないか。の割にはケロッとしてるね。あの、おしぼりを。大丈夫。そうはいかないよ。はい、メイヤちゃん、お願いね。何？冷たい。痛みはないのか。あいててて。あ、許すがよい。痛かったか。うっそぴょん。な、ほんわか、ほんわか BGM でほんわかしていこう。それより、玉の一日分隊長のことだよ。バカ、その前にきちんと処置を。いいんじゃないの。榊、私が反対したところでどうせやることになるんでしょうし。お前なんかそんな言うてたらな、後でたまにボロカス言われるで、ボロカス言われてブチ切れそうだったよお前。今のを見てたら誰だってそう思うわよ。三つ剣もそう思ったんじゃない。え、意地張ってわざと殴らせ続ける頑固者よ。あ、いや、うん、そうだな。言ったら引かないもんね、白金は。千鶴ちゃんも苦労が絶えないね。そう言ってくれるのは京塚さんだけですよ。ま、頑張りな。ありがとうございます。映像入りになるのか。その可能性はあるかもしれないけど。入ったことあるの。久しぶりにこのスカートに生足っていうのを見た気がする。なんかこれはこれでやっぱりいいもんですね。いいものだ。
丈夫だよ。タケルさん、悪いことしてないよ。そうか。かわいそう。みことのこのいいやな、まわし。こっそり差し入れ持ってってあげるよ。そうか。よせ。それは私がそなたに言うべき言葉だ。みんな先行ってて、おばちゃんとこ返してくるわ。わかった。うん、早く来てね。視界が安定しないようだったら、ちゃんと医務室に行くんだよ。その、何？眼底をなんかやられて、大丈夫です、大丈夫です。頭、大丈夫？どついたろか。どついたろか、おい。タケル。なんだ？許すがよい。許してやろう。鍛えててもやっぱ殴られれば腫れるんだな。人間だもの、腫れるんだな。殴られれば腫れるんだな。痛みやショックにはなれるけど。なんだ、つくよみ注意、あざました。名前を呼ぶことを許した覚えはないがな。まあよい、次からはもうちょっと器用にやりますわ。明夜様に対する心遣い感謝する。だが貴様の権威が晴れたわけではない。それを忘れるな。何の権威か。死んだはずの人間だ。死んでいないんだ。白金家の血統は続いているんだ。説明の必要はない。貴様と慣れ合うつもりもない。ただ貴様が何者かは知らぬが、明夜様が貴様を頼りにされていることは確かだ。私個人として貴様に頼みたいことは。なんだ。人として明夜様のお気持ちを裏切ることだけはしてくれるな。無駄な言葉なのかもしれんがな。明日は事務次官に同行し、案内役を務めるように。ん？なぜ私なのですか？貴様が選ばれたからとしか言いようがない。選出の作業はどのようになされたのですか？このマブラブエクストラやっとったのに、この一生懸命このめでていたこのマウスさばきをもう忘れてたわ。久しぶりにこの姿を見て思い出した。作業も何もない。基地司令がお決めになったことだ。それで確信が持てました。ん？何だ？いえ、何でもありません。明日国連事務次官に同行し、基地の案内役を務めさせていただきます。うん、頼んだぞ。こんな三つ編みならへんよね、これほんま。なんか菓子パンみたいな。優子先生は間に合うのか。事前に起きることを知ってても回避できるとは限らない。もう24時間ない。24。入りたまえ。白金訓練兵、ドアを開けなさい。入るがよい。マリムちゃん、貴様、その呼び方はどうにかしろ。殴ってほしい。殴ってくれへんねんな、マリムちゃん。すいません。分かってるとは思うが、 PX でのことだ。まああれこれ言ったところで自分のしたことは分かっているんだろうから、処分だけを言い渡す。これ何だっけ、不問になったんだっけ。今回の件は不問とする。不問にされてる。基地に駐留する帝国近衛軍の月読み注意の取り計らいだ。それから
タイのみんなにも感謝しろ。全員が別々に請願に来るとは、示し合わせて来られるよりタチが悪い。一人平均10分、あのアヤミネですら5分間無言で威圧していったぞ。まったく、この忙しい時に。 PX に行けば京塚総長に呼び止められて15分、おかげで食事の時間が半分になってしまった。貴様はまだここに来て1ヶ月の新米だが、他の隊員との信頼関係をしっかりと作り上げているようだ。だからこそ仲間のことを考えろ。自分の行動には責任を持て。今さら言われることではないのは分かっているな。はい。一人で戦いに勝てるわけではない。助け合うことの意味すでに十分に理解しているはずだ。はい。彼らの信頼を裏切るような真似はするな。はい。うまくは言えないが、どうやら貴様には不思議な魅力があるように思う。その上、英士としての素質も十分だ。誰もがその魅力と才能を認め、貴様に注目している。それを忘れずにな。もうもうすごいですね、タケル。タケルもうやばいわ。ナロー系の勇者になってる。はい。傷は大丈夫か。はい。そういえば貴様たち、タマセを一日分隊長にすると話していたとか。はい。仲間というものの意味を履き違えてないか。いいんすよ。まあ気持ちはわかるが、ほどほどにしておけ。はいはい、まあうまいことやっておきます。いいか、見逃せる程度に慎めと言っているんだぞ。はい、了解。はい。最後に光月博士からの命令を伝える。2020にシミュレーターデッキに出頭せよ。副将。はっ。2020にシミュレーターデッキに出頭いたします。うん、よし、以上だ。はい。謹慎、前の時は謹慎を食らった。つくよみさんに好印象。見つかっちゃった。見つけた。たまちゃん見つけた。たまちゃん見つけた。どうって言ったんだ。教官がタケルさんの部屋に向かうのが見えたから心配になって。どっか悪いな、心配かけて大丈夫だよ。ううん、私は別に。みんなだって。私は別に。教官が話をしているときに通り過ぎるのは失礼だと思って待ってただけよ。この姿はね、最近見慣れてしまったんだよね。あのちょっと生足スカート懐かしいな。ちょっと生足スカートの制服で過ごしてくれへんか、お前ら。制服で過ごしてもらうことはできるか。僕は廊下のシミの数を数えて。ただなんとなく。私は。その通りだ。よくわかったな。私行くわ。あ、僕も。私も。ありがとうございます皆さん。タケル。はい。ちょっとメイヤだけちゃうイベントを起こしとく。こたびの件については、うん、ちょっと時には起こしとく。引きずる必要ないよ。お前も早く寝ろ。うん、ではな。おやすみ。おやすみ、子猫ちゃん。シミュレーターデッキに呼ばれてましたね。このイベントはなかったね。うん、あの謹慎で映像に掘り込まれてたね。確か。さあ、どんなイベント？オータンネイティブ4は間に合うんでしょうかね。俺の感傷でこの世界の未来が変わり始めてるのは事実です。で、12月の24日のね、オータンネイティブ5発動を防げなければ何の意味もない。落下時期が早まってるんですよね。
未来が変わってるっていうのはいいことなんだけど、ちょっと不安があるみたいなところに、落下事件自体が反オルタネイティブ4勢力の陰謀だとすれば、もしかしてオルタネイティブ5の発動も同時に早めてしまっているんじゃないか。ぶつかります。ああバイバイ。怒ってません。かすみさんも呼ばれてるの？はい。ああそう、何のために、何のためにシミュレーターデッキに2人を呼ぶ？かすみもしかして乗れんの？ベータの存在さえ考えなければ、俺がもともといた世界とこの世界はかなり似ている。人間の性格関係が類似性が高い。でもすみかはいない。かすみも、かすみはこっちしかいない。あの絵、あ、ゲーム外の、ゲーム外でポケモンやったんかな。スミカ、あ、ついにスミカと聞く。スミカというワードを出したな、今。反応がない。スミカ？ん？スミカ？そんな、そんなさ、会話ある？突然。スミカ？私はカスミです。ん、スミカ？スミカ。そうですか。うん、すみか。今朝はなんとか間に合ったすみか。ごめんなさい。いや、間に合ったすみか。夜更かししたの？夜更かしして寝坊したの？しゃあ。測ったな、シャー。何測ったんか分からん。言いたかっただけやわ。ごめん。先生、何か言ってた？はい。絶対内緒よ。お、何？何か教えてくれる？シャーが何か教えてくれる。ん？はい。なんで、俺になんで教えてくれへん？